はい、2774回始めます。急いでるわけじゃないんですけどね、ちゃっちゃと行きましょう。はい、今日はちょっとあの今日はね、あの時間的余裕があるんでね、あのゆっくり喋れるんですけど、まあまあまあ、はい、現代ビジネスからですね。これはあるいるね、うん、職場に、うん、他人を見下す、人によって態度を変える、うん、ね、こういう実は知らない職場を腐らせる人の深刻な実態っていうことでね、いますね。これどこの職場にも必ずいる、職場を腐らせる人、本当にね、人によって態度を変えるとか、本当に私もねよくできるなと思うんだよね、こういうことね。いるよね、人を見てね、人によって態度を変える、ね、ある人には挨拶するけどある人には挨拶しないとかあるから、本当に他人を見下してね、あからさまに何様なのっていう、本当にそういう人いるんですよ。うん、現代ビジネス、根性論を押し付けるとかね、あいるね、男の人で多いね。あと相手を見下す、あこれもいる。あと責任をなすりつける、これもいますね。本当に平然とやるのね、責任を人のせいにするっていうね、うん、あと足を引っ張る、うん、いるいるね、なんかこう、うん、あ、うん、そうそうそう、足を引っ張る、なんかね、人の成功っていうか、人が成功するのが嫌だみたいな感じで足を引っ張る、わざわざあからさまに。あと人によって態度を変える、うん、ね、あと自己保身しか頭にない、そう、自分のことばっかり考えて、うん、自分がいかにね、その組織で生き残ろうか、うん、いいポジションを維持しようかっていうことばっかり考えるっていう人ね、うん、どの職場にも必ずいる。彼らは一体何を考えているのか。発売もたちまち5冊が決まった、話題書、職場を腐らせる人たちでは、ベストセラー著者が豊富な経験、豊富な臨床例から明かすっていうことで、まあ、まあ本の中、うん、なんかベストセラー、職場を腐らせる人たち、うん、っていう本、これがまあベストセラーになってるよってことで、この中の内容の紹介なのかな。これまで7000人以上を診察してきたが、最も多い悩みは職場の、人間関係に関するもので、大体職場を腐らせる人絡みだということで、そう、人間関係のね、まあ、職場ね、ストレスいろいろあるけどもね、人間関係って言ったら大体そうなんですよ、うん、ストレス、職場のストレスって言ったら人間関係なんですよ、大体、うん、私もそう、うん、ね、仕事がいろいろきついと大変、あと給料安いとかね、うん、そんなの分かってるんだから、最初からやる前から、うん、ね、そういうのはね、耐える覚悟っていうかね、頑張れるんですよ。ただきつい、一番きついのがやっぱ人間関係、うん、この人間関係って言ったら何かって言ったら、本当職場を腐らせる人たち、こういう人たちがね、ほんと疲れる、うん、このね、人間関係って言ったらほんとストレスになるのは職場を腐らせる人たちね。具体例言うと、根性論持ち込んでみたりね、いるね、男とかで多いね、うん、過大なノルマを押し付けたり、いるね、うん、あと何にでもケチをつける人、いるいる、うん、あと他人のせいにする人、うん、あと不和の種をまく人や、陰で足を引っ張る人、いるね、まあ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 、うん、はい、私はね、一番嫌なのは人を見て態度を変える人、これはもう私、条件反射で虫唾が走るね、こういう人は、うん、私は人を見て態度コロコロ変える人っていうのは一番嫌だね。でもまあ他にもね、何でもケチつける人とか、うん、他人のせいにする人とかいるね、はい、もうどうしたもんだかっていうことですよ。必ずいるんだ、こういうのは、うん、こういう人はどこにでもいると、うん、そのせいで周囲に重苦しい雰囲気と身体ムードが漂い、不和や揉め事が絶えなくなると、結果的に皆疲弊していき、心身に不調をきたすと、うん、いうことですよ、うん、でこの、まあ、著者の方、精神科医なのか、ね、カウンセラーなのかちょっとあれですけども、うん、たくさん、ね、職場のストレス、人間関係のこと聞いてくると、
大体この職場を腐らせる人たちのことでみんな悩んでると、メンタルヘルス相談に来るということですね。はい、うん、で職場を腐らせる人たち、こういうのが一人でもいるとその影響が職場全体に広がると、うん、腐ったみかん、あの金八先生でもやってましたね、腐ったみかんの方程式、うん、あれと一緒で腐ったみかんが箱に一つでも入っていると他のみかんも腐っていくのと同じ現象だということですね、うん、でこの職場を腐らせる人たち、この人たち、ね、では、なんでこんなことをするのかと、うん、突き詰めると大抵自己保身が絡んでると、ね、もうこの組織でずっと安泰でやっていきたいと、ね、給料をずっともらっていきたいと、うん、そのためにはもう周りね、なんていうか、腐ってた方がいいということなんでしょう。根底には、喪失不安が潜んでいるということですね、この人たちの、うん、職場を腐らせる人たちの、背景には自己保身があって、根底には喪失不安、今の自分のいる立場が喪失されるんじゃないかっていう不安からわざわざそういうね職場を腐らせるような行動に出てると、うん、合理的思考ではなく感情に突き動かされてると、うん、で自分が悪いとはもう一切思ってないと、うん、いうことですね。はい、厄介ですよ、ほんとこれ厄介、職場を腐らせる人必ずいるから、うんね、この特徴もう一回言いますよ、4つ、うん、職場を腐らせる人たち根底には喪失不安があると、で大体自己保身が絡んでると、で合理的思考ではなく感情的思考、感情に突き動かされてると、これ3つ目、あと自分が悪いとは一切思わないっていうね、この厄介な人たち、うん、自分にとって大切なものを失ったら困るから、それを守るためには何をやってもいいという自己正当化の心理が働くっていうことですね。はい、まあこのね、失いたくないと、うん、自己保身、これは、うん、その怖さっていうのは過去の歴史、ね、世界の歴史見てればわかるでしょうと、うん、この著者書いてます。いかに多くの戦争がね、領土や住民、資源や財産など、かけがえのない大切なものを守るためにやむを得ないという口実で歴史上の、ね、戦争とか紛争とかっていうのが起きてると、うん、ね、職場を腐らせる人が一人でもいると腐ったみかんと同様に職場全体に、腐敗が広がっていくという著者の問題をシャープに語るということで、なんか、うん、ここで終わってるんだけど、うん、はい、この通りだと思うよ。必ずいるのね、職場に本当に足を引っ張る人とかね、うん、で私はね、まあまあまあ、うん、こういう人たち、まあ、付き合いたくないんだけど、まあ付き合わざるを得ないよね、うん、本当にね嫌になっちゃうね、こういう人たち、もう見苦しいったらあれしないね、責任なすりつける、足を引っ張る、うん、人によって態度変える、根性論を押し付けるっていうね、こういうタイプ、本当にこのまあまあまあ相手を見下すとかね、責任なすりつけるっていうのも結局これ人を見てやってるんですよ、うん、あこいつだったら責任なすりつけられるとね、上役とか上司とかには責任なすりつけない、うん、あと相手を見下すっていうのもこれ人を見てね、態度変えるっていう根本は、この人によって態度を変えるっていうのがね、私根本だと思うよ、うん、根性論を押し付けるっていうのもこれ人を見てやってるからね、うん、私はね、人によってね、態度変えるやつ、たくさん今まで見てきましたけど、本当に虫唾が走るね、本当に、そういうやつは、うん、言っちゃうけどね、私はね、お前、虫唾が走るんだよって言ったことあるよ、何度も、うん、なんていうのかな、もう朝から挨拶の仕方が違うんだから、人によって、うん、本当に、ね、上司にはへこへこ、うん、自分の保身のためだったら、もういくらでもへこへこするみたいな。みっともないやついますよね、ほんと困っちゃう。この対処法を書いてないんだけど、この記事には対処法も書いてほしかったな。これまあないんだよね、うん、こういう人必ずいるから、うん、いるし消えないんだよね。何なのかな、私もねいろいろ見てるけど職場、
一定の確率でいるんだよね、人間こういう人っていうのは。おそらく5人に1人、10人に1人のレベルでいますよ、こういう人、うん、で、その組織、例えば20人の組織だったらもうチャンピオン、その中のもう本当に腐らせる人っていうのは1人いるとして、例えばそれがいなくなったらまた育っちゃうのね、うん、2番手、3番手がね、成長していくんだよ、この腐らせる原因、うん、に本当にね、育ってしまうんだよね、本当に。いや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 、まあどうにかね、やっぱりその組織のトップだね、トップとかリーダーとか、そこがしっかり腐ったみかん腐らせないように、うん、冷凍保存できるような上司が必要になってくるんだと思いますよ。上司とか管理者とか管理職ね、もうひどい場合っていうのはそういうのが上司とか管理職になってるから、それがまあ多いんですよね、日本の組織っていうのは。そういう腐った人間が上司とかね、出世していくっていうね、本当に。で、腐った組織ばっかりになっててねっていう形、まあ愚痴みたいな話になりましたけど、本当困る。まあ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 、この対処方法書いてないんだけど、これまあ難しいんだと思う。うん、結局はね、この対処っていうのは例えば就業規則とかね、会社の決まり事にしっかり書くとか、あとまあ社長とか、まあトップだよね、トップが目光らせる、うん、そういうのは修正させないという会社が、私は居心地がいい会社、うん、人間関係がギクシャクしない会社だと思いますよ、うん、大抵の会社は腐ったみかんがいますから、うん、かなり、はい、ということでね、面白い記事だったんで取り上げてみました。2774回、ね、皆さんの近くにもいると思いますよ、腐ったみかんね。腐ったみかんはね、私放り出すしかないと思う、うん、はい、終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。